どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、ドーン、陸上自衛隊鬼教官の腕立て伏せの数え方3選。鬼教官、僕最近この3選とか何選とかあるあるそれの好きだから、3選ね、先にこうね、言っといた方が見やすい、わかりやすいね。確かに3だったら聞いたろうかなって思うんだろうな多分そうか、終わり見えると。そうそうそう、鬼教官ね、よく聞いたことあると思います、それでね、腕立て伏せというのは、よくね、自衛隊で失敗したり忘れ物したりすると、お前たちみんなじゃあ腕立て伏せだみたいなね。これもあるあるですよ ね、鬼教官がですね、腕立て伏せ数えるんですけど、独特です。個性がある、個性がある、でよくある鬼教官の独特の数え方を3つご紹介したいと思いますよ、はい、早速いってみます。まず1つ目、腕立て伏せ10回って例えばね、なったとします。あるこちら、ドン、数進まない。ある。怖いなぁ。出てきた人じゃないですか。あ、鬼教官です。この人。あ、出てきます。だから、腕立て伏せ10回って言ってちょっと安心しますけど。安心する。はい、1。復唱ね。1。あれ数字ってこの世に1しかないっけ忘れちゃった、今日。忘れちゃった。教官、1の次は2ですけど。もう10回やってますけど。これは永遠ですよ。おかしいな。腕立て伏せ50回、100回できる人たちなのに。なぜか1でプルプル、なぜか10回もできない10回なぜ10回もできない、全然10回できない、怖いね、はい、じゃあ早速ね、2個目いってみますよね、はい、鬼教官の、数え方2個目、ドン、数刻む。あ、これはね、なんだ、揺さぶりだよね。だから例えば10回って言うよね、腕立て伏せ、まあ10回ってあんまないんだけどね、10回って言うよね、もう怪しいなと思うよね、10回で終わんねえって思うもんねそうだよな、そうだよな、10回甘いな、10回なんて甘いな、もう引っ掛けかな、引っ掛けなんだよね。だから腕立て伏せ50回ぐらいあって、45ぐらいから 45.1、 45.2、 45.3 と、もう残りね5回10回、もう限界の5回10回を刻まれちゃうと、一応その50回だと言うとしたら、そういうまでにってもう終わるようにね、ペースでいってるじゃん、あと5回かと思ったら 0.1 ずつ刻まれた場合、あと50回だろ、抜けちゃう、もう1個下がるの見たことないな。 0.1 3.01、 3.02 丸2か、3.02 だ、無限にいけるな、1ずつも100回やなきゃいけない、 3.1 を1回分で1回、0.99、 もういきなりボケてるこれね、刻むっていう人はね、ゴール間近で刻みがち、あるある、怖い、鬼教官が数えがちな、腕立て伏せ、3つ目、こちら、ドン、数減る。あー、いる、進んでるものですから、数減らされちゃったらね、もうね、下がる流れ、時の流れで下がってますから、ね、巻き戻された、時を戻してる、あの時間ってこの世でね、戻せないんじゃなかったのかな、うん、戻せるんですね、戻せるんだ、この教官は、鬼教官だけはこれもね、いやらしいことにね、10回の時の9から戻るんだよ、8、9、8、あれデジャブ、7、6、5、戻ってる、あれあれあれ、終わりがないな、終わりがないなと、また怖い話減らすタイミングがまたいい揺さぶりかけてくるんだ、なんだろう、心が読めるのかな、読めるのかもしれない、表情とこのね、この腕のプルつきとかでも分かってるのかもしれない、すごい能力だ空気を読む、どうで使うんだと、そうそう、空気を読むか、これがね、でもあれかもしれない、三人衆だ、そうだよ、だからもうこの数減らせるのに関してはもうジョジョのまあデュオを超えてるよね、時止めるどころか戻せんだもん、ね、戻せるの、やり直しできんだもん、すげえ、でも疲れは戻ってね疲れだけは蓄積される、 時だけ戻ってる最強のスタンド使いです、そうだな、相手が疲れるまで延々と時を戻せる、時を戻せる、ヒラヒラになった頃にヒラヒラになった頃に攻撃するんだろう、そうだな、攻撃で最強だ、いや、この3人はもう絶対に御三家だね、はい、御三家です、はい、1人の鬼教官が、全然ね、この3種類の技です、全ての使いこなす能力、この能力を全て使える教官いますから、まあ、もっとね細かく言うとね、いっぱいあるんですけど、まあ下ろしたまま喋り始める人とかいます、ね、ああ、はい、じゃあ下ろしたまま、50、57、はい、57で下ろしたまま、あって下げたまま、あ、4戦じゃないですか、そうそうそうそのまま喋る、代表でいいですよ、そういうのもある、ああ4戦だ、まあとはいえね、教官も一緒に腕立て伏せします、教官も辛いね、数えるだけのパターンもあるけど、でも一緒にするパターンもあるから、しごいてるだとか、そういうことじゃない、そういうことじゃない、一緒に頑張ろうっていうね、まあ、結果的に我々もね、ムキムキになってしまうと、はいはい、いいことしかない、いいことしかないんですよ、はい、自分もこの能力使えるのしないいずれいずれ、あ、そのアイデアあるんで、そうそう、班長になったらね、班長になった時、はい、という感じです、はい、自衛隊のね、はい、鬼教官の、腕立て伏せ数え方3選でございましたなんだこれは、ね、あるあるでございましたはいはい、はい、本日はこれまで。
それじゃあまた。